マサちゃん、見て。あ、どうした、アオイ。今度、家を買うでしょ？そこで私、家の間取りを考えたの。それを見てほしいんだ。あ、そんなの考えてたのか。って、なんじゃこりゃー。どうかした？なんで子供部屋が11個もあるんだよ。私、自分の子供でサッカーチームを作るのが夢なの。あれ、マサちゃんに言ってなかったっけ？聞いてねえよ。ワールドカップの試合見たらさ、そう思ったんだよね。つい最近の話じゃねえか。あれだろ、ワールドカップの時にだけ現れるにわかファン状態になってんだろ。一旦落ち着けって。さすがに11人はやばいだろ。ああ、確かにやばいね。マサちゃん、気づいてくれてありがとう。11人じゃ試合できないもんね。倍の22部屋作らないと。はあ、 22？ よーし、マサちゃん頑張ろう。あと21人、私たちならできるよ。いや、だから。お父さんたち何の話してるの？メイの妹と弟をたくさんにしようって話。やった。私、妹と弟たくさん欲しかったんだ。サンタさんにお願いしようと思ってたくらいだし。お母さん、お父さん、私楽しみにしてるね。うん。頑張ってください。おい、平次、今からすっぽん捕まえに行くぞ。えい。ふざけんな、お前らやめろよ。私は葵、どこにでもいる小さな夢を持つ専業主婦だ。楽しみだな。21人分の名前、今から考えておかないと。そんな幸せな毎日を送っていたある日のこと、私はお父さんとお母さんに義実家に呼び出された。普段こんなことないのに、一体どうしたのだろう。結婚してからほとんど関わってないんだよね、お父さんとお母さん。で、お父さん、お母さん、今日は何のご用ですか？これを見て。わしたちが考えたんだ。これは家の設計図？そうだ。わしは以前建設会社に勤めていてな、こんなものちょちょいと作れるんだよ。あなたたち家を建てるそうじゃない。だからアドバイスしてあげようと思って。この通りに作りなさい。いや、アドバイスなんていらないですよ。自分たちで作るので。というか、何ですかこの大きな2つの部屋。ああ、よく気づいたな。ここはわしたちの部屋だ。プールも作る予定なの。はい、一緒に住もうとしてるんですか？ん？そうだけど、何か問題がある？問題大ありですよ。一緒に住むつもりなんて全くありませんから。なんだと？義両親に尽くすのが嫁の仕事だろう。それを放棄するというのか？そんなの別に嫁の仕事じゃありません。なんですって？あなたってそんな分からず屋だったの？分からず屋って、お父さんとお母さんのおっしゃってることがおかしいんですよ。はあ？わしたちが間違ってるだと？貴様、手を出すつもりですか？やるならやればいいでしょ。きー！ん？おめえ、俺の葵に何しようとしてやがる。マサムネ。言ったよな、てめえらは葵と関わるなって。ふっ、離せ、痛い、離せ、マサムネ。この腕、今この場でへし折ってもいいんだぞ。悪かった、もう関わらない。だからやめて。ち、葵、帰るぞ。あ、うん。悪かったな、葵。うん、うちの両親の本性はあんななんだよ。だから葵をあいつらに近づけたくなかった。そっか、だからマサちゃん私を義実家に行かせないようにしてたんだね。ああ、あいつらと関わっても葵のプラスにはならないからな。散々言って聞かせてたから。今まではこんなことなかったのに、急に葵に接触するとはな。一体どういう風の吹き回しだ？家のことが原因かも。家？うん、設計図を見せられてさ、お父さんとお母さんの部屋を作れって言われたんだよね。マサちゃんは同居なんて絶対に反対するでしょ。だから私から懐柔しようとしたのかも。なるほど。けっ、あいつらどっから嗅ぎつけてきたんだ。
まあいい、葵。これからはあいつらに呼ばれても義実家に行かないでくれ。うん、わかったよ。お父さんとお母さんがあんな人だったなんて、結婚してから今までほとんど関わったことがなかったからわからなかった。もう二度と関わらないようにしようっと。いたたたた、政宗につかまれたところを破産になってる。チッ、葵さんの怪獣には失敗したわね。気弱そうに見えてあんなに頑固だとは。母さん、どうする？諦めるか？いやよ、諦めるなんて。この家も古くなってきたし、そろそろ新しい家に引っ越したいもの。それに息子夫婦の家に住めば、将来介護が必要になった時も楽じゃない。それはそうだが、でもあの調子じゃ同居なんて無理だろう。そうするしかない状況に持ち込むのよ。ああ、どうするつもりだ？それはね、おお、面白いアイデアじゃないか。それで行こう。その後、お父さんやお母さんから何か連絡が来ることもなく、平穏に時が過ぎ、マサちゃん、この土地に建てよ、私たちの家。おお、ちょうどいい広さだね。土地を購入し、数ヶ月後無事に私たちの家が建った。やっと完成だ。でも22部屋の子供部屋がないのは残念。もう、建設会社に無理だって言われたんだからしょうがないだろ。後でリフォームして増やそっと。いや、リフォームでも無理だって。そこは気合でなんとかしてもらうよ。とりあえず中に入ろっか。新しいお家楽しみ。今日からよろしく、私たちの新しい家。こちらこそ今日からよろしく、葵さん。待ってたわよ。仲良くしような、政宗、めいちゃん。なんでお父さんとお母さんがいるんですか？親父、おふくろ、これはどういうことだ？どういうことって、これからあなたたちと同居するんだけど。はい。ねえ、前に家の中を見た時となんか違くない？確かに全然変わってる。ああ、それはそうだろ。わしたち好みにリフォームしたからな。それと、私たちの部屋がなかったから付け足したのよ。なんだと？お前らが頼んだ建設会社、わしが前に勤めていた会社なんだよ。だから社長に頼んでな、中身を変えさせてもらったわけだ。息子夫婦に許可を取ってあると言ったら、すぐにリフォームさせてくれたよ。そんな勝手なことするなんてありえない。ありえなくても、しちゃったんだからしょうがないでしょ。まあいいじゃないか。この家わしがいるおかげで月々2万円で住めるんだぞ。社長がサービスしてくれるそうだ。嬉しいだろう。あなたたち、お父さんに感謝しないと。2万円よ、2万円。こんな家いらないです。はい？そんなこと言ってると私たちがもらっちゃうわよ。別にいいですよ。おい、葵。いいじゃない、マサちゃん、くれてやりましょうよ。その代わり、当たり前だけど名義は変更させてもらいます。ローンはちゃんと払ってってくださいね。おお、月のローン2万円で新築ゲットとか最高だな。やったわね、お父さん。葵、本当にいいのか？一生懸命土地を探してたろう。うん、こうなった以上しょうがないから。こんな家に住みたくないし。そうか、葵がいいならいいんだが。いつでも遊びに来ていいからね。誰が行くもんですか。私も絶対に行かない。こうして私たちは家と土地の名義をお父さんに変更し、あの家を譲った。最高だとか言ってたけど、そう言ってられるのも今のうちだろうね。そして数日後。月2万円で新築の生活なんて最高。いやー、新築の匂いがまたいいよな。それよね。今頃あの子たちどうしてるのかしら。そんなすぐに家なんて見つからないと思うし、野宿でもしてるんじゃないか。そうかもしれないわね。面白そうだから葵さんに電話してみよっと。もしもし、葵さん。何でしょうか？いいえ、
ありがとうね。おかげさまで新居での生活満喫させてもらってるわ。それは良かったです。葵さんたちの新生活はどう？野宿は楽しいかしら？ああ、最高ですよ。月200万円のローンがなくなって、今バカンスに来てるんです。いい家に住むのもいいですけど、こういう生活をするのもまたいいですよね。はい？ローン月200万円ってどういうこと？あれ？名義を変更するときに気づきませんでした？その家のローン月々200万円ですよ。何言ってるのよ、そんなわけないでしょ。月々の支払いは2万円よ。2万円、お父さんのおかげで割引されてるんだから。正確には土地代と家代を合わせて200万円ですね。土地代？え？ちょっと待って、この土地ってローンで買ったの？そうですけど、月々198万円のローンです。嘘よ、そんなの。ローンで買ってるかもとは思ってたけど、こんな狭い土地が198万円もするわけがないわ。いいところ月々の支払い5万円くらいでしょ。騙そうとしたって無駄よ。いや、契約書とか見てもらえばわかると思いますけど、そこら辺の土地全部をローンで買ってたんですよ。え？ここら辺の土地全部？冗談でしょ。冗談じゃないです。私は本気で、将来子供たちでサッカーチームを作りたいので、その土地にサッカー場を作ろうとしてたんですよね。なんですって。そんなことのために月々198万円の土地をローンで買ったの？そんなことって私の夢ですから。じゃあ私はバカンスの最中なので切りますね。ちょっと待ちなさい、葵さん。母さん大変だ、200万円の請求が来てる。これ一体何がどうなってるんだ？はあ、本当に200万円払わなきゃいけないの？はあ、終わった。誰からの電話だ？お母さんからだよ。野宿してるのとか言われたから土地代のこと教えてあげたんだ。そうか、今頃事実を知ってあいつら青ざめてるだろうな。でもよかったのか、一生懸命探して見つけたサッカー場を作れる土地だったろ。いや、結局あの土地じゃ家とサッカー場を作ったら子供部屋22部屋は無理だったでしょ。だからまた22部屋作れる土地を探すから大丈夫。私は理想の土地を見つけるまで頑張るよ。お母さん前向きで素敵だね。えっへん、ポジティブが取り柄だから。22部屋諦めてなかったのか。こんなことになるならあいつらに家をやるの反対すればよかった。ん？マサちゃん何か言った？何も言ってねえよ。はあ。その後お父さんとお母さんはというと、どうしてよ、どうして売れないの？買ってくれよな、頼むよ。いや無理ですよ、あの土地は買えません。買ったところであんな広大な土地買うお客さんがなかなかいませんからね。しかも家建ってるでしょう、さらに売れませんよ。そんなどうすればいいんだ。いくつも不動産屋を回ったが土地と家を買い取ってもらえず、借金だけ増えることに。そしてしまいには借金が返せなくなり、家と土地を差し押さえられることになった。どうしてこんなところに住むことに。新築の家に住むはずだったのに、ダンボールハウスに住むことになるとは。結局二人はこうしてダンボールハウスで老後を過ごすことになったようだ。まあダンボールハウスなら自由に間取りを変えられるから楽しく暮らせるんじゃないかな、なんて。ちなみに勝手に私たちの家をリフォームした建設会社はなぜかそれ以降お客さんが来なくなり潰れることになった。どうしてだろうね。まあ実は私たち噂組が少し悪評を流してあげたんだけどさ、事実じゃないことも言ったけど、まあしょうがないよね、あんなことしたんだし潰れても。いやでもよかったですね親父。とりあえず子供22人計画からは逃れられそうで、しっかり姉さんのサッカー熱冷めてますもんね。ああとりあえずはな。だがいつまた言い出すかわからねえ。お前ら葵の前でサッカーとか言うんじゃねえぞ。ワールドカップも見るの禁止だからな。
噂組ではサッカーは禁止だ。はい、わかりやした。もちろんですよ親父。日本チャチャチャ、日本チャチャチャ、オレ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 。平次てめえ、今すぐユニフォームを脱げ。今すぐに何してやがる。あ、どうしてですか。理由は分かってんだろ、今話したじゃねえか。すいません、俺アホだからいまいち話が理解できなくて。てめえ。ただいま。ただいま。あ、おお、平次くん似合ってるね。ありがとうございます。なんだか平次くんの姿を見てたらサッカー熱が再燃してきたよ。やっぱりマサちゃん、21人子供作ろう。サッカーさせよう。やっぱりこうなった。てめえマジで性格悪いな、親父にまでこんなことするなんて。いや、さすがの俺でも自分の意思で親父にこんなことはしませんよ。頼まれたんですよ、この格好して姉さんの前に現れてくれって。あ、どういうことだ。あ、平次ありがとう。よしよし。ありがとうございます。いいな、じゃなくて王将ですか。もしかして平次にサッカー日本代表のユニフォームを着るように言ったの。うん、私兄弟がたくさん欲しいから、だから平次にサッカーのユニフォーム着てもらって、お母さんのサッカー熱を取り戻してもらったの。作詞だ、末恐ろしい。こうして一件落着ではないね。これからが勝負だもん。あー、これから21人の子供たちに会うのが楽しみだ。マサちゃん頑張ろうね。とりあえずこれ一気飲みして。なんだこれ。すっぽんの血10リットルくらいあるよ、全部飲み干してね。誰か助けてくれ。親父すいません。楽しみ。